TurnAGundam. ムーンレースに寄こせというのは無理な話なのでしょうね。しかし半分は必要です。ハリーさんもやりませんか？なぜだ。地球を体験するのも悪くないと思いますけど。そうなんだ。ここは借り入れをする人がいなくなっちゃって。それもディアナカウンターのせいだというのか。そうは言いません。借り入れを手伝ってくれるムーンレースもいるんですから。恐ろしいものだな。 モビルスーツを扱うよりは優しい。この土地だって元は荒れ地だったんです。分かっている。ハリー注意、私は月へ戻るのを急ぎます。ディアナカウンターを撤退させるので。違います。地球帰還作戦の全てのことを考え直したいのです。ソレイユに戻りになるので。はい、ここまで南に来たのは ザックトレガを使うつもりもあったのです。ディアナ様、どうしてそのようにお考えになったのです。一部の補給部隊はザックトレガ経由で降りてきましたね。はい。禁忌のもの、禁断であるべきものを使わせたものは罰せられるべきなのです。はい。 また辺鄙なところへ出たもんだな。ガバン隊長、殺した。まだ繋がっているところを見つけました。どうだろう、行かそうか。深いも何も、これは訳ありの行動ですぜ。 3代目か。もうないのか。わかりません。ダノス金で埋まってんです。バッドに掘り返させてください。了解。この3機分のモビルアーマーはソレイユ送りだ。文句言われますよ。ソレイユは工場じゃないって。ではディアナ・ソレル様、御身をお置いてくださいませ。いろいろ豊かな経験をさせていただけてありがとう。ロランは地球人として広い心を持って。 はい、ハリー注意、ディアナ様お願い申します。そのためのゴールドタイプなのだ。心配するな。ハリー隊、やってください。はっ。ディアナ様、寂しくなっちゃう。 人形をこき使うんだから。あ、なんてところ撮るのよ。戦場のリアリズム、写真引き伸ばしたらあげるわね。こんなところを撮ったって記事にならないでしょ。どんな記事書いても新聞には載らないけど原稿料は出るから。生活のためか。私はね、
戦争の真実は写真に残しておこうって決めたの。戦争の真実？戦争の真っ最中だからソシエさんだって結婚する気になったんでしょ？え？戦争とは関係のないことです。こんなことがなければヤバングーニーさんにだって会わなかったじゃない？あいつどこに行ってたんだ？艦長、ウィルゲームと合流。はい、ご苦労様でした。キエル嬢様のことはディアナに似てるんで親衛隊の隊長をたらし込めた。だからソレイユにスパイに行ったって言うんすか、艦長？まあそういうことです。新しいマウンテンサイクルから掘り出したのか？はい。護衛なしでは物騒だろう。私がソレイユまで同行しよう。写真は撮れたのか？今プリントアウトしてます。妙な格納庫、こいつはミサイルか爆弾の？放射性物質ってマークでしょ。後ろの棚のものは何なんだ？ガスエンジン用のペレットの入れ物でしょ。古代の遺跡だぜ。地下をスキャンしたものを見せろ。原子力発電の施設のようなものはなかったのか？そんなのなかったっすよ。ということはこの棚にあるものは核ミサイルとか核爆弾じゃないのか？モビルスーツ？どこのだよ。何？北の行動は筒抜けなんだろ。先は調べてないんだ。うかつに戦うな。ミリシャの連中にも伝えるんだ。ここで戦ったらみんなで死ぬぞ。隊長、ディアナ艦隊の連中か。あいつらも遺跡を掘り出してたのか。半分の2ってとこだ。いいだろう。どこほつき歩いていたのよ。お姉様が見つからなかったんでしょう。今キエロお嬢様とディアナ様は素晴らしい相談をしているはずなんです。そうそう。お姉様がどうしてディアナ様と話せるの？月の方にもいろいろ事情があってお二人は。大変だ。ギャバンたちがディアナカウンターの部隊と鉢合わせしたぞ。ギャバンたちが？奴らロストマウンテンを掘り返してるらしい。ロストマウンテン？わしら山師なら絶対に近づかんという山だ。出動でしょ。 お嬢さん急がないで。なんでさ。今は睨み合ってるみたいです。どちらにしてもギャロップぐらいは出しましょう。ジョゼフのジャラピー部隊はウィルゲムの守りで動けないよね。そうね。ソシエはさ、ギャロップの指揮取って。うん。ね、ロラン。そうしましょう。へい。モビルアーマータイプですな。形が変わるって言うんですか。動かない。マウンテンサイクルから戦力になりそうなものが掘り出されたそうだな。ゼノア部隊に任せておくだけでは申し訳ないのでな。その前はどこに行っていた？ハリー注意。本日付で大尉に昇進させていただいた。遊んでいてか。気苦労はある。親衛隊がゼノア隊の手伝いをやってたんだって。笑っちゃうよな。異常なしの消火器でも期限切れのやつもあるんですよ。ん？あ、いつお出かけで？あなた方の目を盗むのも気晴らしのゲームになるといつも申しているでしょ。またやられた。キエルハイム、ディアナ様、本当に本当にご苦労様でした。ディアナ様こそ外にお出になってご苦労なさったのではありませんか。私の苦労など買って出た苦労です。キエルハイムこそ無理難題を吹きかける軍を相手によく今日までソレイユをここに留め置いてくれました。おかげでディアナカウンターは大きな罪を犯さないで済んだのです。そうおっしゃってくださいますの、ディアナソレル閣下？そういうような呼び方はやめてくださいませ、キエル。はい、ディアナ様。月のことを学び、軍のことを知り、私と他の人々との関係を調べることで大変だったのでしょう。はい、それとなくコンピューターデータの読み取り方を習いました。少しはディアナ様のプライベートなデータも読ませていただきました。ディアナであれば当然のことでしょう。長寿であることがめでたいものではないと思い至りました。そう申しますな。ここに持ってきていないデータだってあります。私の過去にだって楽しいことはいっぱいありましたよ。ディアナ様、今日までよくソレイユを抑えてくださいました。ありがとう。誰か。ハリーオード隊です。よろしいので。
もちろんです、ハリー大尉。大尉？あなたを守ってくれた功績に報いて。出したものは地球で耐え忍んできた私たちに回してもらおうね。それが筋ってもんですよね。ゼノア隊にはそれを分からせてあげなくちゃ。月のデコック、もっと角度上げて。ロストマウンテンの地図見てください。もう入力したんですか。クレーターなんですね。人工衛星からのデータとかないんですか。こういう地形はムーンレイスには珍しくないんですよ。もっと急がせないとギャバンたちに悪いでしょ。スロットルは右のレバー。メシエはカプルに乗るようにしておけ。うん。ミリシェの連中は分かってくれたのか。多分ですけど。まさかな。動いた。大したもんじゃないですか。すべて弾頭が入ってる。8機も。この核弾頭が死んでいるわけがない。